赤足ガメは、波中高亀木陸亀か南米陸亀属に分類される亀。南米陸亀属の模式種。アルゼンチン北部、ガイアナ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、パナマ南東部、パラグアイ、ブラジル、フツリ領ギアナ、ベネズエラ、ボリビア西部に自然分布。アメリカ合衆国、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ハイチ、ショーアンティル諸島などに移入。 イギリス領アンギラにある高深用の地層から化石が発見されているため、以前は小アンティル諸島にも分布していたが絶滅し、後に人為的に移入されたと考えられている。最大高五51センチメートル。廃坑はドーム状に盛り上がる。側面がくびれ、上から見ると細長い氷炭状。後部円甲板の外縁は尖らない。廃校の色彩は黒や暗褐色で、 孵化直後から、ある甲板やその周辺は、黄色や単鉱褐色、大色。種商名カーベネリアは、黒っぽいのいで、廃校の色彩に由来すると考えられている。液化甲板は小型で、素形甲板は中型。左右の肩甲板の継ぎ目の長さは、左右の小甲板の継ぎ目の長さよりも、短いか同程度。頭部は小型。額を覆うコは大型で、 その全部にある鱗は小型で縦に分かれる。頭部の色彩は褐色や暗褐色で赤や大色、黄色の斑紋が入る。獅子の色彩は暗褐色で全子の大型鱗に黄色や大色の斑紋が入り前足が赤みを帯びる個体が多いことが和名の由来になっている。卵は 長径4から5.9センチメートル、短径3.4から4.8センチメートルの大円形、もしくは直径4から5センチメートルの球形。オスの生態は、背校の側面がメスよりもくびれる傾向がある。亜種はないが、個体群を大きく4つに分ける説もある。以下の個体群ごとの分布、形態は安川及び安川に従う。やや湿度の高いサバンナや、 その周辺にある森林の林園などに生息する。キアシガメが同所的に分布しない、コロンビア北東部、パナマ南部、ベネズエラ西部といった地域の一部では、熱帯雨林にも生息する。主に花や果実を食べるが、この葉、樹皮、根、草本、キノコ、昆虫、陸生の巻き貝、動物の死骸なども食べる。寒気は主に花を食べ、雨季になると果実食傾向が強くなる。 繁殖様式は乱生。コロンビアの個体群は6の9月に産卵する。ブラジル中部では周年産卵する。1回に2から7個の卵を数回に分けて産む。飼育下では年6回産卵した記録もある。卵は140から150日で孵化する。飼育下では29摂氏31度の環境下で117から158日で孵化した例がある。生息地では 食用とされることがある。分布域では生息数は多い種だと考えられている。一方で農地開発や都市開発、下放牧伸びによる生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数は減少している。パラグアイブラジル、仏料ギアナベネズエラでは野生個体の輸出目的の採集は法的に厳しく制限されている。 1975年にワシントン条約発行時には、旧陸がめ属、ジョコローン単位で、1977年には陸ガメカ単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に飼育か繁殖個体や養殖個体が流通し、野生個体の流通は減少している。 1970年代までは、コロンビア産、1980年代までは、アルゼンチン産やボリビア産の野生個体が流通していたが、これらの輸出が規制、停止したため、ガイアナ産やスリナム産の野生個体が流通する。アメリカ合衆国及びアメリカ合衆国経由で、アルゼンチン産、ウルグアイ産、バルバドス産、ブラジル産の飼育か繁殖個体も流通する。 ガイアナ産やブラジル産で最大でも、高長30センチメートルとされる、チェリーヘッド、ブラジルチェリーヘッドという個体が流通するが、流通歴が短く長期飼育例がないこと、高長20センチメートルで成長が止まる個体がいる。一方で30センチメートルを超えても成長し続ける個体がいること、どの地域の個体群を種親に用いているのか不明なことなどから、チェリーヘッドではない個体と、 区別できるかどうかは不明とされる。ありがとうございます。